はい、日高くん大、はい、男子ブロックでございます。日高くん同郷です。ああ、はい、あれ島根県の形です。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうなんですよ、島根県の形で同郷です。私が行ってた公共、あ、高校の川挟んで向かいぐらいのところに実家があります。へ奥さん可愛かったですね。出た。いや、すごい可愛い。いそんな可愛 い人でした。そんな父さん、父さんに敬われても。いや、なんかすごいね。でも平子くんがもうこのインター工業の半月ぐらい前に、うん、どうしても増田大会をあのやで増田で試合をやってもらいたいって、うん、本当に一生懸命組んでくれて、うん、最後増田で地元で試合するのも実現させてくれて。ああ、そうなんだ。はい、そう、なんかあの豊田さんと日高さんって何のつながりなのかなと思ってたんですけど、同郷のつながりの、レフリーが吉野くんです。吉野くん、ボクちゃん、ボクちゃん、ボクちゃんです。鳥取と島根の違いがわからない、あれですね。ねえ、そんなの言ったら殺されるよ。島根県人に殺すよ。砂丘があるのが鳥取で神社があるのが島根です。なるほど。おー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 、うわー、綺麗だね。うまいですね、綺麗ですね。キャプチャーおー、でもいかせない。やっぱダンスになっただけで違うわけですよ、急に持ち上がり方とか、ね、ね、力の入れ方もやっぱり違うんだろうし。引退試合にダンスが出てくるっていうのは初じゃないですか。これは多分女子初じゃないですか、ね、こういうの。そうかもしれないですよね、うん、本当に日高くんも奥様のめぐみちゃんも本当に素敵な、あの夜のパーティーで ね、奥さんとかも泣いちゃってね。ねえ、本当可愛いんですよ、めぐみちゃん。今度日高くん抜きでお酒飲もうってめぐみちゃんで約束してるんですよ。すごい綺麗な歌でね、沖縄の歌、うん、なんですよ、ね、綺麗な声で歌って、ね、だからぜひ歌ってほしいって、うん、もう後ろにパピオンあけみさんが映ってますけど、パピオンあけみ多分あの男子ブロックに唯一女子が入るから、うん、そうですね、うん、多分ニコプロご覧の皆さんの中でもご存じない方も結構いらっしゃるんじゃないですかね、うん、そう、パピオンは女子だよ。あ、女子なんだ。女子だよ。女子枠で、はい、男子ブロックの中に女子枠で登場、パピオンあげみ選手でございます。女子なの。豊田選手の技をやる人、そうなんですよ。いろんな技をやるけれど、でもやっちゃいけなくなったんですよね。違う、ローリングレール勝手に伝承されたみたいな感じで、うん、あのなんかニュースとかになっちゃってて、でなんかジャパニーズをやっちゃいけねえよみたいな。見た、ヤフーニュースで見た、豊田真奈美からジャパニーズ王者が禁止されたレスラーとか。あ、禁止されたね。よかった。そんなのがニュースになるんだとか。ちょっとこうセクシー入場なんですよ。あ、本当だ。だって女子だもん。女子だから。そうか、ニコ生ではおなじみなんですね。おなじみなんだ。何回ぐらい当たったんですか。もう試合相当な回数は試合されてる。何回かな。すごい、私の真似ばっかしてるんですよ、うん、試合で。あ、そうなんだ。でも、あの声の出し方とかも真似しようとしてるのは分かるんですけど、まあ、クオリティにちょっと難ありますね。そうそうそう、投げのある出しとか、はい、さっきでもさ、長嶋選手に回されたばっかりでよく豊田選手も回りますよね。そうですね。でもね、ローリングレールは自分が回せる方は案外目が回らないんですよ。あ、でも逆に今ローリングレールを使う選手、まあ、さっきの長嶋とか、うん、かけられた方がすごく回る。ああ、やっぱそういう技なんですね、うん、回転の仕方が違いますもんね。だって スケートの選手とかだってあんな回転して
来ても目が回らないとか言うんですよ。見てる方は目が回りますよね。すげえ。おえそういえば豊田選手との思い出の中にアデランスかなんかのカツラの CM にトヨタ選手と出た時にローリングクレイドルにカツラは勝てるかっていう企画でカツラをした人をぐるぐる回してもらった CM 覚えてません？そんなあったっけ、うん、誕生日かなんかにロケを新木場でやって、うん、トヨタマナミのママ悪魔のマーだったあそしてはい、あーじいちゃんやばいじいちゃんじいちゃん入場押すあのガバイ兄ちゃん、じいちゃんの試合前のツイッターのコメントがよくて、うん、あの自分より年下の選手が引退するのは何とも言えない思いだったそうですね、おじいちゃんだからね今何歳ぐらいなんだろう、素晴らしいって思いました。もうこのじいちゃん大好きこれ本当、うん、ね、はい、なんかいたわってあげたくなる、じいちゃんもう、ま、孫のようなマルコ選手があっちだと。でもこうやって見ててあこうやっても案外じいちゃん腹黒いから、ああそうですね腹黒いの、うん、狙ってますからね、うん、大丈夫あれ、うん、もう全然リングに届かないので吉野選手、吉野選手、ガバイじいちゃん選手入場の途中ではございますが、時間がございませんので入場通りにゴングを鳴らしたいと思います。オッケーゴー、トヨタ選手がねわざわざ迎えに行くっていうねゴングと同時に場外カウント、じいちゃん早く上げなきゃいけないのこれじいちゃん試合終わっちゃうからとりあえずリングだけ上がって一緒にねハグだけでいいのじいちゃん頑張って記念撮影もしなきゃいけないし、うん、まあゆっくり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 じいちゃんもうじいちゃんどんな引退試合やねんこれ介護です非常に介護ですよこれ、リング上がれんのかな。じゃあ、いいから、じゃあ、ここも入りますよ、ここサーティーサーティーそっから上がれって、そっから上がれって言ってます。フォーティーこっから上がれって言ってんだけど、じいちゃんじいちゃん、耳が遠いからね持ち上げてもなんで対戦相手を上げなきゃいけないんだって話ですよ。あー上がった、あーよかった、豊田さんも上がってて、あー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 来たねじいちゃん負けちゃったってことこれ。そうですね時間切れなんだ。作戦勝ちなのか、はい、リングアウトで取れた。はねえな、これ。もうじいちゃん腹黒いんですよ。豊田選手、この日2回目のリングアウト負けですね、これ。で、まあ、一緒にいる時も腹黒いじいちゃんいっぱい見てるの、もうそれも面白くて、見てる方も面白いけど、まさか最後の最後にこんな攻撃食らうとは思わなかったです。この記念の大会で勝ちを拾いに来るって、だいぶ腹黒いですよ、ね。リング上から、なぜかリング上からリング下に花を渡して、ガバイじいちゃん終了でございます。関十郎さんですよ、次は。はい。まあね、女子プロ大好き、トヨタさん大好きですからね、もう関十郎さんはね。私は嫌い。だって、ニコプロでトヨタさんが引退会見をしたときに、うん、普通にファンのように引退しちゃうんですかとかさ、普通に LINE が来ましたよ。マジで関十郎さんは本当に、トヨタ選手が大好きですよ ね、そうですよね、うん、だから女子工業とかを ね、うん、私嫌い報われない、報われない思い、報われないですね、片思いが。岡田の同期、そうですね、岡田の同期、岡田選手の同期ですね、葛飾さんも、そうなんだ、あ、怒った、怒ったぐだぐだ、何がやりたいか分かんない、何がやりたいか分かんない、何がやりたいか分かんない、ウケる最後の最後のビート、めちゃくちゃやんこれ、なんか トヨタ選手の状況がよく分かりますねこれお
あ、そして蝶々が飛んでる、ちゃんとちゃんと、はい、ちゃんとこれね、誰だっけ、はい、誰アイスの、ね、アイスの子がやってる、アイスリボン全面協力の蝶々が飛んでる、うわぁ、アイスリボンの子勝手に使わないよ、感情よどこで言ってんだ、ああいうことね、うん、偉そうに言ってんだろうなはい、勘十郎選手も、ね、勘ちゃんにもね、いっぱいお世話なんだから、うん、ここに吉野選手、ね、吉野レフリーがいるのもいいですね、うん、ね、ね、ここだけ関西の空気になってますから ね、はい、そして、そう、勘十郎さんはね、お花と一緒に、うん、ハリセンを贈呈と、欲しかったの、ね、これ欲しくないけどいや、最後の荷物の中入ってなかった、これはそういうの言っちゃダメですよ、別に必要ないもんだろうと思って処分してくれたキッドさん、あ、キッド君、出た、はい、西口プロレスキッド選手でございます、そう、あんなセクシーな格好で来られて、お尻丸出しですからね観測でやろこれ25周年の時もなんか前座をやってくれて、そうそう、いろいろやってくれて、おーっと、ケンタキックで、はい、7秒でございます、わはは本舗の人ですよね、あ、そうそう、そうですよね、きっとこのプライベートでもすごく仲良くて、うん、西口プロレスですごい謙虚なんですよね、でもね、真面目なね、この人は本当に真面目で、今日はね、な、自分の考えいろいろすごい持ってる子で、うん、すごいの一緒にね飲んで話をしてても勉強になる、いろいろ、体でかくなったな、いやセクシーねあれ多分大人のおもちゃとかのお店で売ってるパンツですよね、多分ねどこで買ったんだろう、今度聞いとこはい、そして続きます、アントニオ恋の木選手ちゃんとカメラにもがっつり、なんかもうなんかちょっと本物でいいんじゃないかっていう感じですよね、もうこの人ね、もうあのガオラ初登場らしいですね、あ、そうなんだ、そういえばなんか夜のパーティーの時も赤いマフラー、スーツに赤いマフラーできてて、もう恋の日でそう、こんなに元気に来られちゃったら私いっぱいいっぱいなのよ、うん、これがでも連続試合の辛さですよね、ね、うん、あって当然の流れですからね、写真撮れたコブラツイストの写真を撮れた、さらに寝かして2位ですね、2位ですね、2位か、はい、猪木さんなんで2位ですいやこれ全然当たってない2位だといえば西口プロレスはね、安全第一ですまあでも結構バッチリ当たってますけどね、こっちはね、まあ、うん、こういうのは当たってね、トヨタさん笑わないのがすごいですって笑わないのがすごいです違う、笑わないのがすごいじゃなくて、もう自分の中でいっぱいいっぱいだからこの時もう笑えなかった、笑ってる余裕がね、笑ってる余裕より、あと次誰なんだとか、そして今画面に映ってましたね、次は男盛り選手でございます、ああ男盛りあのこれガオラさんで放送できんのかなっていうそっか、いろいろとコンプライアンスの問題が出てくる、はい、うん、男盛り選手、ね、もう試合会場でよくご一緒になって、うん、すごい面白いで、普段すごくなんか優しい感じなんですよ ね、あの外見からは分からないけど、うん、すごくディズニーランドによくいるイメージがある、そう、そう、うん、でだからこの間ありがとうございましたってお礼入れた時に、トヨタさんディズニーランド行きましょうって言われてで私ディズニーランドより富士急ハイランド派なんだよねって言ってそういうやり取りをしました、引退後に、うん、さっきのキッドさんよりさらにセクシーですからね、
入場テーマも最高でしたね。流せ、流れなかったけど、あのセクシーな人が使われて、おあー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 あああの皆さん分かんないと思いますけど、この時後ろからは出てますので、なるほどね、はい、あ、反則になっちゃうの、もろ出し、もろ出しっていうの、はい、あのご説明いたします。0分39秒男盛り選手の反則、もろ出しによって、はい、反則になっちゃうコンプライアンス違反ってこと、はい、そうですね、なるほどね、すごいなこれ本当に何も履いてないんですね、うん、引退試合で出すってなかなかないですよ。てかこういう女子の引退試合にこういう人は普通出ませんさっきからおかしい、おかしいですよね、はい、いいですね。第3ブロックも、はい、大詰めに近づいております。続いて小高いサミ選手、かっこよかったな、そばで見たら、イサミン、イサミンね、イサミンいいよこの人は雰囲気ありますよね、出てくるときね、オザブーンやってたときね、何度かお仕事多いですよ、うん、そうですね、そう、私も結構いろんな会場で、うん、あの一緒で仲良くなって、うん、で出てもらえるって言ったらもう喜んで出てるから、うん、おお神テープからの、うん、ねえ、イザミンでもすごいいっぱい飛んだ、ね、おお試合してるから、はい、本当に忙しい中で、うん、この日の後も、ね、試合だったんです、だからもう最後まで言えないんで、途中であの抜けます、すいませんって言われたんですよね。リチギな腕っ子、そう、本当腕っ子ですよ。ああ、こんな引っ張って、今度引っ張ろうよっぱおー、サイクロンだ。あー、ガッツリ決まった。この日2回目のジャパニーズオーシャンサイクロンもスリーカウントだ。何言ってるの？顔が、悪いこと言いましたよ、ね、悪いこと言ったね。はい、ここでも勝利をもぎ取りました。ジャパニーズオーシャン、この頃ね、控え室は騒然としてましたよ、はい、もうトヨタ選手がおかしいやばいって、あ、そうで、多分次の試合でこのブロックが終わるので、うん、そうですね、もうどうやって受け入れるかっていうね、もうドクター体制が来たので、はい、そしてお隣の選手、お隣の選手の登場です。伊藤隆二選手はドラゴン、かっこいいぞ、ブーステッセンボード、かっこいいな、こういうスポットライトが映えますね、かっこいいな、引退試合で1分だっつってのに優秀戦防御ですね、全力投球ですね、どんだけ大人でねえんだから、ね、ほんとかっこいい。でもなんか一緒に飲むこともよくあって一気に飲みつながりになったそうですね、でなんだけどすごくなんかまたこのギャップがいいんですよ、伊藤君の、うん、そう、この方もね、本当にいい人って言うとあれだけど、マメな人ですね、マメで、ね、誠実な、誠実な、誠実な人ですね、うん、おい、誠実ですけど、マジか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 、マジか、あマジか、すごい盛り上がってるね、会場内もね、うわすごい、あ、危ない危ない、使うんですね、マジかマジか、そこで実は私30年間の中で初のデスマッチだったんですよ。そう、引退の日にデスマッチができると思わなかったので、そんな女子ですらいません。でもうこの後もう背中傷だらけだった私これ引き剥がすのも大変だね、うん、引き剥がすのも大変だった、ねね、すごい場内のボルテージが、うん、あー、どうですか初デスマッチの感想は。痛いよ、痛いよくこんなこといつもやってるね、今更痛くても、もうこれ最後だから言って、ね、今更痛くてもと思った。ああドラゴンスプラッシュ、これなんか手が、はい、何があったね、手がね、この後手が
伊藤君の肘と私の手の甲が当たっちゃったとかでか当たっちゃって、はい、足ドラえもんのように腫れたんですよ、でドラえもんのように腫れたのに、あの試合後全く湿布も貼らずいたんですよ。で病院の先生に、はい、これはこんなに腫れてるんだけどもう湿布貼った方がいいかなって言ったら、トヨキさんは自然治癒力が高いから今貼ってないんだったらもう貼らなくていいですよでもやっぱりその自然治癒力はすぐ治った今で未だに剥がれない、剥がれない、これですね、これが剥がれないんですよ、剥がれないんだよこれ。前も聞きましたけどね、なんかあのお医者さんが血液検査してびっくりしたっていう、そうあれはやっぱ未だに健在なのね、健在っていうか、まあ、ちょっとはあるんです、あの健在なのかもしれないけど、やっぱり年とともにもう治らないやつ、立てない立てない、ああとかとか、だから首なんか、はい、首、肩、首、うん、なんかすぐ治るもんだと思ったら、あ若い時のスピードでもうないですね。やっぱりね、こうやって全力で来てくれる伊藤さん、うん、いいですよね。いいですね。本当、この技術って人が本当に全員が全員全力で来てくれたので、こんな幸せな引退しかないよ、引退試合は。素晴らしかったと思う、本当に。これ見て男子ブロックが終了、うん、まあね、伊藤選手、男子ブロック最後勝てるのにふさわしい、うん、1分間の名試合ですよね、うん、2歳ですね、うん、さあ